本日の持ち回り閣議に合わせて、閣僚の特別定額給付金の受給について申し合わせを行いました。その内容は、現内閣においては、行財政改革を引き続き着実に推進をする観点から、内閣総理大臣にあっては、月額給与及び期末手当の 30%、国務大臣にあたっては同 20% に相当する額を国庫に返納していることもあり、閣僚は今般の緊急経済対策における全国すべての人々への新たな給付金については、申請を行わないこととするというものであります。また同様の趣旨から副大臣及び大臣政務官にあっても申請を行うことを持ち回りで、それぞれ申し合わせをいたしております。私は以上です。